皆さんこんばんはシグマの山木です本日もシグマステージオンラインをご覧いただきまして誠にありがとうございます本日のシグマステージオンラインでは当社から新しいレンズを一本発表いたします本日当社が発表するのはシグマ5 0ミ、mm、リ F1.4 DG DN ART になります F1.4 の単焦点レンズになります DG DN というのは当社のフルフレームミラーレス用のレンズになりますのでフルフレームミラーレス用に専用に設計された単焦点レンズになりますこのレンズは L マウントそしてソニー E マウントとして発売されますこのレンズは今申し上げた通り当社のアートシリーズに属していますこの当社のシグマのアートシリーズはこれ今から11年前にデビューいたしましたアートシリーズというのはまあ とにかくが光学性能、画質を追求したシリーズとしてそのデビュー当時は圧倒的な光学性能とそして優れたビールドクオリティでまあ、あの大変口幅ったい言い方になりますが、えー、業界に大変大きな影響を与えてそして交換レンズの新しいスタンダードを作ってきたというふうに自負しております、えー、まあ、当社としてはまあ、そういったご評価も大変ありがたいんですけれどもこのアートシリーズのレンズを プロの写真家そして写真愛好家の皆様に多く使っていただくことで素晴らしい作品素晴らしい写真が作品として捉えてきたそのことを大変嬉しく思っています。 そしてこのアートシリーズ一眼レフ用のですねアートシリーズのレンズはあまり知られていないことですけれども映画用のレンズとしても全く同じ光学系ガラスを使って展開されております。これは当社が参入したシネマ用レンズとしてそのまま使われておりましてその高い光学性能によって数多くの映画にも実際に使用されております。 その中には昨年の大ヒット映画である「トップガンマーヴェリック」こちらでも当社のアートプライムシネアートプライムが使用されていますこのカメラですとかレンズを作っていて当社が最も嬉しいことはその単に作って売って終わりではなくてその後にユーザーの皆様が素晴らしい写真だとか映像だとか映画だとかそういった結果として残るこれが当社のメーカーとしての何よりの喜びになります。 当社はこのアートシリーズをまずは一眼レフカメラ用として開発しシリーズを揃えましたそしてこのシリーズを次にシネマ用として展開して現在多くの映画の撮影に使われておりますが現在足元で当社が取り組んでいるのはこのシリーズをフルフレームのミラーレス用レンズとして展開していくと。 DGDN というのは先ほど申し上げた通りフルフレームミラーレス用のカメ,ラカメラ用に当社が設計した交換レンズのシリーズですけれどもこの DGDNF1.4 のアートプライムアートの単焦点レンズは今回の 50mmF1.4DGDN アートを加えまして5本のレンズになります。そして 85ミリ、mm、の F1.4 で今回の5450ミリ、mm、の F1.4 になります。基本的にはこのアートレンズの思想を受け継ぎ、ただ見られるようにですね、より高性能にして、そしてコンパクトに軽量にするという思想で作っております。それでは本日発表する新しい50ミリ、mm、の F1.4 DG DN アートをについて、まあこわ細かく説明をしてご紹介していきたいと思います。 えー、あのまあ同じ 50mmDGDA、まあの,えー、のアートシリーズというのはより高性能にそしてコンパクト軽量にというあるんですけれどもそれでも各レンズごとにですね、えー、思想を少しずつ変えて、えー、このレンズだからこそここを重視したとかこういうところに注意して作ったということがございます。でこの50ミリの F1.4 に関してはです、ね、中心から周辺までで画面全域で均一な学 最も重要な思想として、設計しています。これをですね、まあ、M. T. F. という、まあ、性能を表すもので表すと。 こういういうになりますあの正直申し上げると MTF というのはですねレンズの性能の描写力を表す一つの指標にしか過ぎなくてこれ全てでレンズの性能を表現するわけではないんですけれども最も分かりりやすすいいデータの1つという,ふうになります、えー、画面左側が、えーとまあ、画面の中心になりあ、えーまあ、この表の左側が中心になりまして画面のそこから右に行くに従って、えー、と画面の周辺になります。 えー、この線が高ければ高いほど性能が高いということになりますけれどもえ普通はです、ね、レンズは中心が一番高くて周辺が落ちますのでこの曲線がぐーっと落ちていくんですけれども、えー、ご覧いただいている通り中心から周辺まで大変フラットな性能が出ています、えー、これはです、ねえー、このレンズの設計者の強い思想と、えー、哲学によるものです。 私の席というのは、えー、エンジニアのフロアの真ん中にありまして、えー、普段からまあ一緒にエンジニアと仕事をしていますがこの連続設計者は私とずっとあの席が近いところに座ってますで,ですので彼が普段どういう設計をしているのか間近に見てるんですけれどももう15年ぐらい勤めてる設計者になりますが彼は本当に写真が好きで。 えー、ランチの後ですね普通はまあちょっと休んだり、まあ、ネットでちょっとなんか自分の好きなも調べたりするんですけど彼はです、ね、いろんなレンズで撮られた当社のレンズだけじゃなくて他社さんのレンズで撮られた写真を、えー、ダウンロードしてみたりあるいは撮られたものを見て。 そのレンズの描写がどんなものなのか実際の写真を見ながら研究しているという設計者です別にあの会社としてそういうことを強制してるわけじゃないんですけど本当に写真が好きでそのレンズの性能と実際の写真の描写がどうなるかというのを本当に長い間あの真摯になって追求してきている設計者です。そして彼が やりたかったことは、この中心から周辺まで均一な性能だというんですね。えー、まあ、古くはこれはカールツアイスなどがですね。追求してきた思想でありますけれども、も、えー、ここのところ特に重要なのは、えー、ここ2、3年ぐらい、えー、まあ、当社もそうですけれども、他社さんから出る交換レンズ全てですね。非常に性能がいいものが増えています。あの、いろんなテクノロジーの発展によって、あるいは健全な競争によって非常にあの素晴らしいレンズが出ています。 その中で彼が気になるのはやっぱりバランスの悪いレンズはどうしても気になる例えばこの MTF も彼がやろうと思えば中心だけちょっと上げることはできますでもおそらく中心を無理に上げると多分周辺で崩れてきてややこういう傾斜の強い MTF になると思います同じ画面の中ですごくいいとこはあるけれども例えば中心だけいいのに周辺がちょっと落ちるってやっぱりすごく気持ち悪くて気になると彼は言ってました でその思想は私は、えー、確かにそうだなというふうに思いました。えー、そしてその結その思想をいろいろ果たしちゃった結果こういう性能にまとめました。非常にせ、えー、設計者の思想とか哲学が現れた MTF チャートになっています。もう一つ注目していただきたいのはこの 赤の線と緑の線の実線と点線が非常に揃っているということです。これはメリディオナルという曲の性能とそれからサジタルという性能が揃っているという意味なんですね。 えと画面中心に同、えー、心円状の性能とそれから放射方向の性能が、えー、表してるんですけれどもそれが揃ってる像面が揃ってるということは周辺に行っても、まあ、大体これ分かれてくるんですけど周辺にってそのことによってここは揃ってないと変なふうに像が歪んだりですね、えー、変な方向に伸びてしまったりということがあるんですけれども見た感じの非常にあのこう実写あの、えー、とまあ 実見た感じ非常に近い描写ができる自然な描写ができるというのがこの MTF のチャートから語れることになりますじゃあこの MTF のチャートを写真的に語るとどうなるのかということなんですけれども まあ一言,で言ううとととと抜けの良さと立体感ということになります、えー、写真画面ですねあの全体を見たときに非常にスキッと抜けがいいということとそして立体感があるんとなくまあもちろん写真は二次元ですけども立体感があるように見えるということが特徴になりますこれはマイクロコン,サコントラストと我々は呼びますけども非常に細かいところのコントラストがしっかり出ているこ,れこのことによってですね、えー、まあ非常にこう立体感ある写真になる。えー、常にレンズのの性能と実写の 結果をですね検証する設計者がたどり着いた一つの結論もちろん レンズにはパーフェクトなものはありません。必ず弱みもあります。このレンズも弱みはありますけれども、この抜けの良さと立体感、そしてマイクロコントラストを意識した実写 MTF の見栄えだけではなくて、実写を意識した光学のまとめ方になっているこのレンズ。必ずですね、この思想に合うユーザーさん、プロの写真家は必ずいらっしゃると思います。また重要なことはこのマイクロコントラストを非常に重視するってことは、この MTF ちょっと一個戻りますけれども、これはあの十ライン三十ラインの性能なんです。 ですけどもっとあの空間周波数の高い部分ですね40ラインとか60ラインここの部分も重視して設計してます。ということは最近ではですね えまああのベアーセンサーでもえーマルチショットでえとピクセルシフトをしてまあ例えば2億画素相当とかすごいあの画素数のですね写真ができたりしますけれどもそういう写真を撮った時でも非常にあのいい写真が撮れる非常に破綻のないえいい写真が撮れるというのが今回の連続しそうになっていますえ一番おいしいところは若干絞ったところ f2.8 から4ぐらいこの辺が非常においしいところですのでもしマルチショットで そのピクセルシフトで撮る場合、そういう使い方もしてはいかがと思います。まあ当社はこういったことをで先、ね、意識するのも、まあ現在開発中の酸素センサー、エクスリセンサーがございます。えー、正直いろいろ技術的なことがあってですね、どうなるかわかりませんが挑戦は続けています。で、その酸素センサー、ホビオンセンサーができたときには、はこういったレンズの思想が重要になってくる。さい最終的にいい写真が出る、撮れるということの重要なポイントになっていくというふうに信じています。 えとまあ、これの写真がです、ね、実際に、ねそのえー、とポイントになるかどうか、えー、説明になるかどうかはわからないんですけれどもこういった雲の細かいところあるいはその波あの、まあ、水面のです、ね、細かい波こういったところのです、ねえー、グラデーションそしてマイクロコントラストしっかり出ていることで非常にこう臨場感のあるしそして自然な,なんかこう、えー、不自然な感じがしない写真がこのレンズで撮れていいというふうに考えます。 ままた、ぼけ味、これも大変重視しています。ピントがあったところから自然にぼけていくこういったことも重視して、まあ、大変あのぼけのきれいなやはり F1.4 ですので開放付近で背景をぼかして被写体をです、ね、非常にこう印象的に見せるそういったことにも向いているレンズになります。 そしてここからはですねやや機的機能的な説明になりますけれども他のアートレンズと同様に絞りリングがついていますそしてクリックスイッチがついていますのでこれによってデクリックつまりカリカリカリっと音がしない形の絞りリングの操作も可能ですので動画ユーザーにも向いていますますたた絞りりリングロロッッッククをかけるためのロックスイッチもついております。 それから AF ロックボタンも付いておりまして AF のポジションをロックできますしカメラによってはこのボタンに何かの機能を与えるカスタマイズの機能を与えることもできます AF のモーターには当社が先日発表して えと来週かな、えー、発売する6600という超望遠ズームレンズに初めて、えーまあ、当社が開発,開発した、えー、モーターですねハイレスポンスリニアアクチュエーターと HLA と呼んでますけれども、えー、このモーターを搭載して大変高速で、えー、非常に静粛なオートフォーカスを実現しています AFS、AFC AF そして動画 AF すべてで高速で静粛でそして追従性の非常に高いオートフォーカスを実現しています。 また他のアートレンズ同様にですね防塵防滴構造そしてレンズの第一面には撥水防光灯が施されています最後にですねサイズと重量になります左側が今回の新しい 50mmF1.4DGDA のアートそして右側には従来の一眼レフ用に開発された 50mmF1.4DGHS アートになりますご覧いただいている通り全長1 0 9 5ミ、mm、リそして最大径が7 8 2ミリ。 えー、重量が 670g ということで、えー、大変性能上がっているんですけれども、えー、コンパクトかつ軽量にまとめられています。 それではですねここからですねこのレンズで撮られた実際の作例を皆さんにご覧いただきたいというふうに思います最初の作品はスチュアート・ウィアーさんという写真家による作例ですこの方はですねストリートフォトもう70年代からもう長年50年ぐらいですね写真を撮っている方でストリートフォトを中心にいろんな作品を撮られている方ですが、まあ、あの非常にレンズを一本だけ持ち出して写真を撮るのがお好きなようです えー、高電圧の非常に危険あの死の危険があるというサインと同時に女性が気軽に歩いているというちょっと、えー、面白いいになっています鳥が飛んでいる、まあ、あのよくある写真ですけれどもやはり私もです、ね、歩いているとやっぱり鳥がばっと飛び立つとどうしても写真を撮りたくなってくるシーンですね。 これ非常に面白い構図ですねカラスがいい感じで真ん中付近と両脇に止まっていますまこの画面本当の画面中心には同じ二次元上にはあ視写体ありませんがこういったポイントがかなり周辺のところにあるカラスでも均一な性能があることで安心して使えるというふうに思います非常にこのまハイライトの部分からシャドウの部分まで非常にしっとりとした描写も持っているレンズになります この辺はですね、ガラス越しの写真ということで、ちょっとソウルライターっぽい感じの作品になっていますが、非常にあの味のある作品になっています。次がですね、日本の写真家のアイム・エツコさんという写真家の作品になります。この方は、お子様が生まれてから本格的に写真を撮り始めたという写真家さんです。えー、まあ、あの。 当社のです、ね、アメリカのアンバサダーにメグルークさんという方もいらっしゃいますこの方もお母様であり写真家ですけれども家族の写真をたくさん撮っていらっしゃいますでお二人ともです、ね、この家族の写真を撮る時間が家族とのかけがえのない時間になっているというふうにおっしゃっています。そういえばあの先週末当社は当社の社社はの内で,です、ね 当社のカメラユーザーさんをお迎えしたイベントを行いましたけれどもその中にもお子様の写真を撮ることがきっかけで本格的に写真を撮り始めたという方はいらっしゃいましたけれども、えー、お子様は非常に成長が早いのであのかけがえのない瞬間を撮るのにやっぱりお母様方にこういった本格的なカメラレンズを使ってですねいい作品を残していただきたいなというふうに思います。 アイムさんが心がけていることはまずはそのお子様の一人一人の個性に合った写真を撮るということそれからその成長の時々でしか見,せら,れない見られないような表情とかそういったものを重視して撮っているということです。何年かした時に大変貴重な作品記録になるのではないかなというふうに思います。 またアイムさんはですね50ミリという焦点距離がお子さんたちとコミュニケーションを取りながら撮るのにちょうどいい焦点距離だというようなコメントも残されています一点このレンズは大変逆光で撮られていますた,ただしこの絵を破綻させるようなゴーストフレアが発生していません以前からご紹介している当社のゴーストスペシャリストゴーストバスターズの素晴らしい仕事によってですねこういった写真も素晴らしい作品として残るような形になっています まさにプロの仕事が現れた一枚だというふうに思います最後の作品はですねえー、とマイク、えー・ビトレックさんという方の、えー、画像になります大変あの肌寒い朝早朝にですねこのレンズを取り出して森の中を散策しながら作品を撮ったというふうに聞いておりますまあ、朝もやがかかっている感じもあって大変あの まあその影響もあると思うんですけどなんとなくあのその場の気ーと冷えたですね空気感というのが伝わってくるんではないかなというふうに思います。まあ、このの空気感というのは大変あの、えー 説明が難しくまた曖昧な表現なんですけど、でもそれは写真家の方は皆さん感じているところではないかなというふうに思います。ホビオンセンサーも当時空気感あるいは質感を伝えるあのカメラとして非常にあの評価いただきました。当時はですね、今ほど高画素のカメラがなかったもんですから、こういったあのホビオンのようなカメラで撮るとですね、やはりあの高高周波域まできちっと描写する。ここがですね非常に 自然で空気感というか質感を演出するような表現になっていたのではないかなというのが私の個人的な意見です。画素数が低い時のデジタルカメラはどうしてもある一定の空間周波数、ある所の深いところあ太いところまで改造するんですが、そこから一気に解像をしてしまう。ところが解像感が高いと、まマイクロコントラストがあるとですね、非常に目で見たような質感描写感 空気感が伝わるといいううふうに思います今回の 50mmF1.4 も高周波の部分マイクロコントラストを重視して撮影されあの設計されておりますので、まあ、最近の高画素カメラで撮るとそういった空気感ですとか、えー、まあ質感立体感というのを表現するのに適した思想のレンズになっているのではないかなというふうに思います。 えー、以上がですねこの50ミリの F1.4 で撮られた作品のご紹介になります、えー、今の作品は一部でございますあの当社のウェブサイトをご覧いただきますと、えー、もっと他の作品それから写真家の方のコメントなんかもご覧いただけますのでぜひそちらをご覧いただければというふうに思います それではではすねこの次に当社のアートシリーズはもう作ってから10年以上経っているんですけれども新たに今回そのアートシリーズのコンセプトを表現するムービーを作成いたしましたのでそちらをご覧いただきたいと思います。どうぞ 皆さんご静聴いただきましてありがとうございましたいかがだったでしょうかこの 50mm の f1.4 世の中にはま 50mm f1.4 はま本当に標準のレンズになりますのでたくさんありますそしてそれぞれの会社がそれぞれに一瞬をかけて様々な思想で作っています 今回はこのレンズに込められた当社の思想哲学を説明させていただきましたその説明とともにご紹介をさせていただきましたこの思想に共感していただけるのであればぜひこのレンズを手に取ってご覧いただきそしてご検討いただければというふうに思います最後にですね、このレンズの発売日と価格をご案内したいと思いますこのレンズは希望小売価格税込みで15万2900円 発売日は今月を2月23日になりますちょうど CP プラスの期間中になりますそして CP プラスの当社のブースでもこのレンズを展示する予定でございますのでその、えー、まあえー、描写まで見られるか分かりませんけれども少なくともこの持った感じあるいはそのビルドクオリティそしてオートフォーカスの速さそういったものをですね体感していただければというふうに思います、えー、この当社の 50mm f1.4 d g d n のアート ぜひご検討いただければというふうに思いますご静聴ありがとうございましたここまでが 50mm F1.4 のご紹介でございますそして今日はもう一つご紹介がございまして当社のカメラのファームウェアのアップデートに関するご案内でございますこちらに関しては当社の商品企画を担当している若松より紹介をさせていただきます引き続きお願いしますこんばんはシグマの商品企画の若松です 私からは SIGMAFP シリーズの新しいファームウェアの概要とあと FP シリーズに関係するニュースをお伝えします今回のファームウェアは新しくバージョンはですね FP に関してはバージョン 5FPL に関してはバージョン3.0になりますいずれも新機能が追加されるメジャーアップデートになります一つ目のアップデートの内容はウォームゴールド新しいカラーモードの追加です ウォームゴールドはですね落ち着いたトーンと暖色系の色調を実現している深みのある雰囲気をお見せするようなカラーモードになっておりますご覧いただいたようなサンプルこんなような写真が撮れるカラーモードですこのウォームゴールドはですねスタンダードと比較しますとさらにこうストーリーを生み出すような演出性と 今までの他のカラーモードよりもさらに幅広いシーンでお使いいただける汎用性このどちらをも兼ね備えているカラーモードになっておりますこのボームゴールドに関してトーン設計をご紹介しますとご覧いただいているようにこのカラーモードではシャドウを持ち上げてましてこれがノスタルジックを演出するキーポイントになっております。 またこれがあの全体のコントラストを高めに設定することでノスタルジックを演出しているんですけども一方で現代の感性に合うようなモダンな仕上がりを実現しています。また色相設計についてお伝えしますとこのカラーモードはまああのタイトルにもありますように暖色系の色を実現しています。こういったあの色かぶりを 使いますとまあ一般的には、えー、嫌われるところもあるんですけども、えー、この、えー、パラメータをですね最適に設計することで温、えー、かさだとか、えー、懐かしさのようなものを表現するように、えー、設計されていますこのウォームゴールドの追加によってシグマのカラーモードは16種類になりました、えー、この16種類のカラーモードはですねもともとフォビオンのカメラのカラーサイエンス の設計からで培さまざまなノウハウを生かして設計されておりまして一般的なスタンダードあるいはランドスケープのようなものだけではなくて今までお楽しみ頂い,いているようなティーランドオレンジとかパウダーブルーのようなものを含めて幅広い演出を可能にしています。今回のカラーモード16種類をですね皆さんにご紹介するためにウェブサイトの方では カラーモーーモド専用のページを作成しましまたこれまでとは違うサンプルもお見せして今までのカラーモードも含めていろんな比較ができたりとか楽しんでいただけるようにご用意しておりますのでそちらもぜひご覧ください次のアップデート内容は4の SSD に対応していますこの 4TB の SSD の対応はですね えと従来の SSD ですと 2TB までの対応だったんですけれどもこれはあのパーティションフォーマットの制約によるものでして今回新しいパーティションフォーマットに対応しましたので 4TB2TB を超えるものにも対応できるようになりましたこの 4TB の SSD を使いますと例えば FPL のロー画像でしたら10万枚以上撮影が可能ですしロー動画の DNG の撮影をしても 4K UHD ででも3時時間間以上の収録時間が可能です今使用可能な SSD としてはこちらにご紹介しているようなラッシーのラグド SSD の 4T のモデルこちらがご使用可能です長時間の撮影ですとか大量にストレージの残量を気にせずに使いたいというお客様ぜひこちらをご使用ください。 えー、次のアップデートの内容は、えー、E.L. ゾーンの追加です。こちらはあの新しい露出ツールの一つでして、えー、従来からですね、あのフォルスカラーっていうあの録収録の時によく使われる、えー、露出ツールがあったんですけども、そのバリエーションとして追加されています。えー、この E.L. ゾーンというのは、えー、さあのハリウッドで活躍されるされているあの撮影監督のエドラックマンさんという方。 が発明されて特許も取られているようなものなんですけれどもこちらを使いますと標準露出の18%のグレードを中心として上下6段まで表示するような色付けして画面全体の露出の分布を表示するような機能になっています。こちらの EL ゾーンはですね従来のフォルスカラーと同様でローのデータを分析して色付けをして表示しています。 ですので実際に収録されるデータがまさに画面に表示されてそれを評価できるということなのでより精緻に露出を追い込んで撮影されたいろう収録を中心とされるユーザーの方にはぜひ使っていただきたい機能になります。次にご紹介する新機能はカメラトゥクラクウドへの対応ですこちらはいわゆるクラウド連携の機能の一つでして えーまあ、最近あのカメラトゥクラウドといって、えー、カメラで収録されたデータがそのまま、えーまあ、インターネット回線を通じて、えー、クラウドストレージにアップロードされていくというようなものですけども、えー、この機能への対応として SIGMA、えー、としては a t モ m o s のアトモス社のデバイスとの連携によってこのカメラトゥクラウドへの対応を行いました。えー、デバイスとして使用するのは、えー SIGMAFP シリーズと ATOMOS さんの n i n j a 5プラスとそのインターネットに接続するためのコネクテッドデバイスの a t モ m o s コネクトを組み合わせたものあるいは7インチのモデルでこの通信機能も備えたモニターレコーダーの将軍コネクトこちらのデバイスが使用可能になる予定ですサービスとしては アトモス社が提供している「アトモスクラウドスタジオ」というサービスとフレーム IO に代表されるようなクラウドストレージを使ったコラボレーションツールのクラウドサービスこちらが必要です。この「アトモスクラウドスタジオ」というのはアトモスのデバイスとフレーム IO をつなぐようなそういうハブのような機能をつかさどっていまして。 SIGMAFP シリーズに接続された a t モ m o s のレコーダーから直接クラウドにアップロードされていくこういった機能を実現しています実際のワークフローとしては SIGMAFP シリーズでロー収録をした時に Atomos のレコーダーにつけた SSD にローのデータのプロレスローがこれは従来と同様に収録されていきます次のアップデートを使いますと このロー収録されたデータと同時にダブルレコーディングで h 2 6 5のプロキシファイルが生成されますそしてこのプロキシファイルがクラウドにアップロードされていくとそんなようなワークフローになっていますえー、とクラウドにアップロードされた h 2 6 5のプロキシファイルはですねこのような画面にずらずらずらっとこう次々とアップロードされていきまして撮影現場で 撮影したものが、まあこれはあのオフラインのデータとして使用可能なプロキシデータだけになりますけれども、クラウドに次々とアップロードされていきます。そうしますと、その撮影現場にいないチームメンバーの方がコメントを入れたりとか、あるいはそれをダウンロードしてオフラインの編集に、まあ即座に書かれたりとか、こういったようなメリットがございます。まあ今まででしたら、撮影チームが撮影を一日の撮影を終えて でホテルに戻ってでそこからバックアップを取って、えー、オンラインのストレージに上げてからエディットチームがスタートできましたけれどもまあこのソリューションを使うことで撮影現場にいながらにして、えー、オフライン編集がどんどんスタートできるというようなものになっています、えー、このロー収録とド、えー、ダブルレコーディングでプロキシファイルを生成するこのソリューション そしてこのクラウド連携のソリューションですけれども、こちらは今後のアトモスのデバイスのファームウェアアップデートも必要です。このファームウェアのアナウンスに関してはアトモス社のアナウンスをぜひお待ちください。次のご紹介するアップデートの内容はディレクターズビューファインダーモードの新しいセッティングの追加です。今回追加されたモデルモードというのは。 ブランドとしてはアリさんのカメラでモデルはこれは従来通りアレクサ LF アレクサミニ LF 用のセッティングでオープンゲートモードのアナモフィッククののデスクイーズの追加です従来はオープンゲート一つだけでしたけどもこれにデスクイーズの機能も付加されていまして1.25倍1.3倍1.5倍1.651.82倍この6種類が追加になっています。これらのデスクイーズレシオは いわゆるカメラの中のデスクイーズの機能に入っているものと同様の種類がすべてカバーされていますこの新しいモードの追加にあたっては世界のトップレンタルハウスの一つであるアリレンタルさんののご要望を受けての追加になりました今回このご紹介できるのは今お見せしている写真というのはアリレンタルさんで撮られた写真でして。 彼らがカメラとしてというよりかはディレクターズビューファインダーとして SIGMAFP シリーズを使っていただいているところの写真です。ご覧いただいているように LCD ビューファインダーの LVF11 が後ろにつ,つ,つけられていて下にはですね木製のグリップがつけられていてあとですねマウントアダプターとして LPL マウントと L マウントのアダプターこちらが搭載されて。 ままだこう公開されてない世界中のさまざまな映画撮影の現場でディレクターズビューファインダーとして使用いただいているそうです同じようなディレクターズビューファインダーのソリューションとしてはライツシネ社からヘンリーというシステムもございますこちらのシステムでしたらグリップこれはあの革がスタックされた非常に握り心地のいいグリップがつけられていて マウントアダプターも L マウントと PL マウントあと L マウントと LPL マウントのアダプターもご用意されていますこのように EVF をつないでいただいてもいいと思いますし先ほどのように LCD ビューファインダーを使っていただくのもいいと思いますこのようなソリューションをお探しでしたらぜひライツシネ社のウェブサイトをご覧ください以上が今回ご紹介する FP シリーズの ファームウェアアップデートの概要です新しいファームウェアバージョン5.0 FPL 用のバージョン3.0は明日2月8日の朝に公開されます今回のアップデートで2019年以来 f p に関しては4回目のメジャーアップデートですしまた新しい機能が追加になっておりますさらにお客様の作品作りに貢献するようなカメラになったんじゃないかなと 開発一度考えておりますので、ぜひお試しください。続きまして、FP シリーズに関連するニュースをいくつかご紹介します。一つ目は、シグマフォトプロのウォームゴールドの対応です。先ほどご紹介したように、新しいカラーモードのウォームゴールドが追加になりました。こちらに対応するシグマフォトプロのえ新しいバージョンが、これも同様に明日公開されます。 こちらのバージョンをお使い,いただければお手持ちのローデータに適用してまた新しい形で現像することも可能ですこちらのシグマフォトプロの新しいバージョン6.8.3は明日2月8日公開です続きましてシグマフォトプロの M1M2 プロセッサの対応ですこちらはですねま今までは実はあの シグマフォトプロも M1M2 のモデルには対応してはいたんですけどもいわゆるエミュレーションレイヤーというものを使って対応させていますですので厳密に言うと M1M2 プロセッサの性能をフルに発揮することはできていませんこちらのバージョンをお使い,いただければエミュレーションレイヤーではなくてネイティブの対応になりますのでさらなる高速化が期待されていますこちらの MIM2 プロセッサに正式対応したシグマフォトプロは、えー、今年の6月の公開に向けて開発を進めています。えー、もうしばらくお待ちください。と続きまして、えー、次にお伝えしたいのは、えー、キャプチャー1の、えー、ソフトウェアキャプチャー1プロのテザリングの完全対応です。えー、実は今までもですね、えー、キャプチャー1プロを使ったシグマ FP シリーズのテザリング には対応ししていましたただこちらはいわゆる PC からだけの操作に対応してまして接続しているとカメラの操作は一切受け付けないというような仕様になっていました一部のスタジオの撮影などではちょっと使いにくいシーンもあったかと思います今回公開されるバージョンを使いますと PC からの操作も可能になりますし特に切り替えの操作というのも 必要ななく操作が可能になりますこの Capture1 のソフトウェアを使うことでテザリングが非常に便利に使えますしパラメータの変更もあっという間にできますししかもですね Capture1 社が提供する Capture1Live これはオンラインのコラボレーションツールで先ほどのカメラ e クラウドに非常によく似ているんですけども。 撮影した画像がどんどんクラウドにアップロードされて URL を共有するだけで他の方がそれをチェックしてコメントを入れることもできるそういう機能になっていますまた Capture1 が提供しているスタイルこちらを適用しますといわゆるハイセンスなカラーモードのようなものなんですけども迅速なカラーグレーディング老現像が行うことができます こちらの、えー、キャプチャー1をお見せするために、えー、とキャプチャー1がですね、えー、シグマのためにこの発表のためにデモビデオを作成してくれました。えー、ご覧ください Hi, I'm Rafael. I'm the CEO of Capture One. We're super excited to be here today showing the strength and importance of our partnership with Sigma, the largest independent lens manufacturer in the world. With support for more than 65 Sigma lenses and the Sigma FP and FPL cameras, Capture One gives you the best image quality to start with and a highly efficient way of working. You can even collaborate with people around the world to get instant feedback and make changes to your images and scenes during the actual photo shoot. It's building these type of tools that make us incredibly excited about the future of photography. We envision a world where the photography workflow is seamlessly multi-device and collaborative. A world where photographers and their collaborators have everything they need. To be both efficient and uncompromising about quality, so that they can stay focused on bringing their vision to life. I can talk about our vision for a very long time, but I would much rather we show you. So I'm going to turn over to my colleague Rebecca, who's going to demo how Capture One and Sigma work seamlessly together to give pace and flexibility to your workflow. Selected. 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 Like it. 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 ごご覧いいたただきありがとうございました、えー、今回 Capture1、えー、はですね、えー、とこちらの発表のためにこのビデオを用意してくれました、えー、あスライドの方に戻していただいて、えー、といかがでしょうか皆様こう使ってみたくなったんじゃないでしょうか、えー、皆様のために Capture1、えー、としては、えー、1ヶ月間の無料トライアルのプログラムを提供しています、えー、もし使ってみたい 一度インストールしてみたいという方はぜひ彼らのウェブサイトにアクセスしてみてください。こちらシグマ FP シリーズのテザリングの完全対応がなされたキャプチャー1プロの新しいバージョンは2月下旬の公開予定です。お楽しみください。以上がシグマ FP シリーズの新しいファームウェアの概要と関連するニュースでした。 ファームウェアアップデートの詳細に関してはウェブサイトにアップロードされていますリリースノートをご覧ください2019年に発表された FP シリーズもアップデートを重ねてより強力なツールになってきたかと思いますお客様のさまざまなプロジェクトにスチルカメラとしてシネマカメラとしてあるいはディレクターズビューファインダーとして貢献できることを期待しています引き続きお楽しみください 私からは以上です。ありがとうございました。こんばんは。天の声です。本日もシグマステージオンラインを最後までご覧いただきまして誠にありがとうございます。前半のアート 50mm f1.4 に関しましてもと性能がすごいです。とか、サイズがコンパクトです。とか、あとはご紹介した作品についても様々なコメントをいただいております。最後には新しい映像も流して。 と皆さんからたくさんのコメントをいただきましたありがとうございます。そしてと F P に関しましてもあの新しいカラーモード早く使ってみたいといった声やまあ、たくさんあの動画の撮影などもチャレンジしてみたいといった声いただきましたありがとうございます。<noise> と,とたくさんもっとコメントはいただいてたんですけどもとちょっと時間も迫ってまいりましたので本日はこの後とご案内をいくつかさせていただきます。 まずは恒例の T シャツのご紹介になります。こちらも SIGMA のオンラインショップで発売を開始いたします。今回のお色はメトロブルーで明日と2月8日の10時から予約を開始いたしますちょっと、ね、画面だと結構明るく見えまですけどもうちょっと濃く、ね、見えますねまた実際はネイビーとブルーの間ぐらいの感じ。はい <な>何がメトロかよくわかんないけど、まあちょっとこれこれでもねあのちょっと今画面が見えているんですけど、もうちょっとネイビーっぽい感じでいい感じの色です。はい。とまた若松が今着用しています FPL のパーカーも、ね、シグマのオンラインショップでご購入いただけます。はい、気になった方はぜひご覧いただければと思います。はい、とそしてと製品のイフレットのご紹介です。とこちらも応募していただいた方にとシグマから お送りさせていただきますこのあと概要欄に申し込みのリンクを設置いたしますのでどうぞ皆様ご応募いただけましたら幸いです。本日ご紹介いたしました 50mmF1.4DGDN アートまた先日発表いたしました60から 600mmF4.5 から 6.3DGDNOS スポーツのレンズですとかとともに 2月23日から26日まで横浜で開催されます CP プラスのシグマブースでもご紹介いたしますので皆様ぜひシグマブースまで足をお運びいただければと思いますシグマ社員一同皆様のお越しをお待ちしておりますそれでは本日も長くなりましたがシグマステージオンラインを最後までご覧いただきましてありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました